やっぱりこれか。すごい、ほんと全然違うものを見てるみたい。オカリナ、フーフーってやったらオカリナ。足つけたらさ、ぬる。いいんだ、脇見えてるけど。脇見え。目指せキャンピングカーチャンネル、目指キャン。今さ、もう5時前なんだけどさ、暑くない？めっちゃ暑い。安田館彫刻美術館アルテピッツァ、アルテピアッツァビバエにやってきました。長いね。これがないとさ、寂しくない？5時までだからちょっと入ってみよう。うわー、全然違うよ。違う、雪がないだけ全然違う。水が待ってるよ。もうこれだけで涼しい。いや、すごい気持ちいい。このさ、山のさ、この緑とこの彫刻のさ、コントラスト。いいね。すごい。いいね。外いいね。うわ、ここ雪だったもんね。雪山だったから。このお肉、ギャラリー。こういう風になってるんだ。そうか。サムネの材料がどこがいいかね。やっぱりこれか。あ、そっか。まあやっぱり一番向こうまでいたもんね。うん、この辺行ってみよう。この辺行けなかったよね。あ、そうだわ。これ雪の下だった。やっぱ低いから雪に埋もれちゃったんじゃ。座れるんだこれに。なんか汚いかな。汚いわ。座りたかった。水かかるよ。あ、ちょっとした遊具っていうかあるんだ ね。芸術らしいです。これさ、水かかってくんだよ。わー、かかってる。いいの？これをどうやってすり抜けていくのって。向こう側行ってみる？いや、そっちの山が。山？うん、なんか落とせみたいなのある。かわいいチョコかな。いや、これ本当に冬の着てるからさ、この緑とこの山のこのコントラストの素晴らしさ、すごい、ほんと、うん、なんか全然違うものを見てるみたい。本当だね。うん、こんなかわいい、これこのモニュメント。なんだろう、首かしげない。オカリナ、フーフーってやったらオカリナ。おっきいオカリナ。なわけねえだろって。あれ？これはなんだ？これはね、短いフランスパン。って感じしない？なんですかこれ？想像力が豊かでしょ？ちょっと豊かすぎるな。じゃあ何？爪？誰か、なんかの動物の？爪、うん、なんかこういう爪にも見え、分かりませんね。岡田、登れ。行きな、私取ったらいける。いやいや、いい、行っといて。早く。私ちょっと体力ないから、早く行きな。取ってあげる。いやいや、いらない。なんで、なんか言いないよ。あ、なにこれ、なんかある。お、ここにもモニュメントがあった。なに、なに、お、なにこれ。こんなの絶対雪山の中では知り得ないモニュメント、ね、監視員です。なんかあっちの方にあるらしいんだよね。何が？前回行けてないとこ。うん、あっち行ってみたい。わあ、私今その穴通るから。お父さん、私ここ通るよ。どうぞ。通れる？あっち、あっち、あっち、あっち。ブーン。痛い、足をつけた。すごいね。黒いから暑いんだ。うん、暑い。私の高さでも通れるぐらい。結構高い、これ。この穴からサムネ取れるかな？無言だよ。いや、なんかあるなと思って。あれ、池みたいな。うん、あそこで子供たち遊ぶんじゃない？あ、なんかさ、あの
天皇陛下が来て写真写したのここじゃない？ああそうだ、これいいじゃん、サムネ。あーここ私またげない、これいいじゃん。あーすごいね、この白い石にさ、このアート、でもすごい。足つけたらさ、ぬる、足つけたら気持ちいいよね。二人で撮ってサムネにする？この動画がかい？いやサムネさ、なんかいつもこんなことやったりするじゃん。これなんだろう、ステージみたいなのものをさイメージしてんのかな。すごいよこれ。ここ渡れんの？水張ってる。あ、あれ？水なくなった。あ、5時になってからじゃない？あ、こんな一瞬で引くんだ。あ、あっちにもある。なんか。あ、本当だ。前回来れなかったモニュメント。あ、また坂が。芸術の広場だよね。アルテピアッツァって。なんで後ろ姿撮るの？ポーズしてんだから。いいんだ、脇見えてるけど。脇見え。やだ。やだ。ここ行ったら何あるの？なんかあんだ。なんかあるんだ、こっちとこっちに。あ、全然来てなかったね。まあ、来てなかったというか来れなかった。あ、こういう風に見えるのね。熱っ。ここが熱い。熱いよ。子供なら通れるね。すごいね、迫力だね。これがさ、カフェなんじゃないかな、きっと。そうだね。コーヒーって書いて。やっぱりカフェなんだね、これね。ここ絶対この外でコーヒーとか飲んだら美味しそう。真ん中にもあるよ。お、本当だ。森の中に。すごい。こんなね、林の中にもモニュメントがある。うん、ここは涼しいわ。日陰だからね、だいぶ涼しくなってきて。なんかいっぱい落ちてる。まつぼっくりかい。私言ってないよ。いっぱい落ちてるって言っただけで。うわー、あっちの方にもあったモニュメント。ほんとだ、神秘的な感じに見える。アジサイがね、こんなとこに。森の中にいっぱいアジサイが咲いてる。あ、あの上にもある。ほんとだ、モニュメント探し。あそこにもある、ここにもあるってね。ね、それも楽しさの一つなんだろうね、きっとね。疲れたから座ろう。休憩。獣道。ダメだよここれ。熊いるじゃん。熊生息地域だから。ばったり熊に会わないようにって書いてあるよ。あ、ダメだ、ダメ、やめよう。立派だよね、ほんと。広い。まだあった。さ、硬いよ。睨まれてる。すごいですね。柱とかもすごいよこれ。じゃーん。おー、開いたよ。すごい綺麗これ、アジサイ。観光メモリアル森林公園にやってきました。じゃーん、もういきなり見えるこれ。ほら、立て坑櫓が。いやすごいよ、大迫力だよこれ。どっちかが上げてどっちかが下げてたの。次はビバイダムにやってきました。そしてビバイ湖。のどかだわ。静か。静かだしね。次はガロファミリー公園にやってきました。ライオン乗ってみたいけど暑くないのかな。乗ってみていい？いいよ。1、2、の。うん、
もういいかな、降りて。お待て、お待て、ふやけする、ここ。どれがいいかな。久しぶりすぎて乗り方がわからない。だってさ、20年以上ぶりだよ。あの橋の下くぐるか。え、大丈夫なのこれ。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけね。チャンネル登録をしていただけたらとっても嬉しいです。それではまたね。